西暦1999年、地球に謎の巨大戦艦が落下した。地球外知的生命体の存在におののいた人類は、仮想敵に対抗しうる力を持つべく、この戦艦を修復、改造していった。10年の歳月を費やして完成した船は、SDF-1 と名付けられ、宇宙へと旅立とうとしていた。よく子供、 SDF-1 には民間人が多数避難している。絶対に守りきれ。フォーメーション EF-9 行くぞ。了解了解了解。西暦1999年、地球に謎の巨大戦艦。敵の戦闘機が出てくるぞ。油断するな。戦闘機が出てくるぞ。油断するな。隊長、地上にも敵がいます。何だこいつら。
本艦はこれよりフォールド体制に入る。繰り返す。本艦はこれよりフォールド体制に入る。フォールド？本気か？マクロスは超空間航法フォールドの失敗により冥王星軌道へと飛ばされてしまった。その中には異星人の攻撃を逃れて船内に逃げ込んだ多くの一般市民たちがいた。地球で生き別れた者たちと再び出会い大地に立つために彼らはマクロスの中に町を作り地球を目指した。そんな中に一人のアイドルがいた。喜ぶのはまだ早いぞ。相対速度を合わせ迎撃体制に移る。前期3回して逆加速に移れ。
域に大型戦艦出現。え、こっちの敵はおとりか。Yacht? Zentron to Meltron. Yak. Yak the culture. Transformation. T-5 in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. は敵戦艦の迎撃のはずよ。速やかに持ち場に向かいなさい。敵機が侵入してるんだ。黙ってられるか。艦内に入って敵を撃破する。行こう。ちょっと待ってよ。
ステム11番損傷、サブシステム作動不能。マクロスの閉鎖区画に飛び込んでしまったヒカルは救出した少女を見て驚く。リン・ミンミ、憧れのアイドルであった。脱出不能のゼロ G 区画で二人の奇妙なキャンプ生活が始まる。ミンミは降って湧いた休息を楽しみ、ヒカルは戸惑いながらも胸を躍らせた。そんな中、ヒカルは話題になっているミンミと共演俳優のラブロマンスの噂を持ち出した。すると民明は、ラブシーンなんて演技でできると笑うのだった。そしてねえヒカル、え、私ね、本当はあなたのことずっと好きだったの。でも、そう、私は愛してないのね。違うよ、好きだよ。本当に？本当だよ。嬉しい。閉鎖区画からなんとか救出されたヒカルとミンミ。しかし二人を待ち受けていたのは芸能スキャンダルの集中攻撃だった。ゼントラーディのブリタイはマクロスで男と女のマイクローンが共存している事実に驚愕した。ゼントラーディは男だけの種族で、女だけのメルトランディと交戦中だったのだ。ブリタイから報告を受けたゴルグ・ボドルザー総司令は直ちにマクロスの捕獲を命じた。全防衛隊へ、未確認のエネルギー反応急速接近中、至急確認願います。おいヒカル、お前本当に民兵ちゃんと何にもなかったのか。とぼけちゃって。僕は一条先輩を信じてます。音を出ました。みんな
エネルギーハートを確認。注意してください。信じてます。エネルギー反応？敵大型戦艦本艦に向けて急速接近中。これよりピンポイントバリア使用によるアームドアタックを敢行します。スカル、エンゼル、アポロ小隊は直ちに帰還してアーマードバルキリーに搬送願います。
全艦突入船スタンバイ。全艦突入船スタンバイ。総員、敵艦突入時の衝撃に備えよ。アームドアタック。撤去してください。